どうするんですけど、うん、あーやっぱり結構泣くの？あ、たまに泣きます。え、どんな感じ？どんな感じ？これがたまに聞こえてくるんだ。あ、そうです、泣いてくれます、たまに。そうです、はい、あ、そうなんだ、かわいいね。大本さんは好き、カエルは、ちょっと大変申し上げにくいんですけど、はい、私中国で住んでいた期間が長かったので、うん、はいはい、中国で結構な数カエルを食しまして、あ、まあね、そうか、なので、あ、じゃあ好きです。あ、好き、好きは好きなんで、いや、今の好きはもう食べ物としての、そういうのじゃないのよ、聞いてんのは。そういう目で見てる、そういう好きではない、あれ食料として見てる、うん、いや、でも、いや、ちゃんとペットとしても可愛いなとは思います。はい、もちろん、それは。でも、家にも行けないかも。味も可愛いなと思いますって、めちゃめちゃ可愛くないコメントですけど、でもすごいね、珍しいね、カエルを飼うって。